マクデブルクのメヒティルトは、ドイツのキリスト教を神秘思想家。主張は、神聖の流れる光。哲学者及び神秘家として、当時の知的文学の中では、珍しく中びくドイツ語の修道院にて過ごした。メヒティルトに関しては、明確な電気的記録が不足しているため、彼女の生涯に関する情報のほとんどは、 彼女の作品中に参見される記述からなっている。それらによると、メヒティルトはザクセンの高貴な一族として生まれ、12歳の時に精霊の原始を初めて経験しているとされる。1219年、メヒティルトは神の呼び声と神の挨拶を受けた。それはその後の彼女の人生において毎日続いた。メヒティルトは20歳の時、 神の声に従って一切を放棄し、神に奉仕することを決めた。1230年頃には聖火を離れ、マクデブルクにおいて、ベギンとなった。彼女は、そのベギンたちの組織の中において指導的立場に立ったと考えられている。メヒティルトはこのペギンとしての生活をおよそ40年間、送る。このマクデブルクにおいて、メヒティルとは、ドミニコ会の修道士と知り合い、 ドミニコ会の第三会員となった。メヒティルトがドミニコ会の著作をたくさん読んだことは明らかである。メヒティルトは修道者たちの怠慢さ、神学的な見識に対する異議申し立てなどにより、教会の行為の聖職者を批判した。これは大きな反発を受け、メヒティルトの著作物を焼き捨てるようにと要求した者たちもいた。メヒティルトは、 多くの批判の対象となった。年齢が進むにつれて、一人で生活することが困難になり、目も見えなくなっていった。メヒティルトは1272年にヘルフタの修道院に入った。ここの修道者たちは、メヒティルトを保護し、そして彼女の晩年を支えることを申し出た。そしてこの修道院で、メヒティルトは、 彼女が経験した数多くの神の啓示を著作として書き残した。この修道院と修道院長がこの60歳を超えた健康に優れず社会的に孤立した女性を受け入れたことについて多くのことが語られている。例えば、メヒティルトが彼女が単に修道院に居住し、礼拝などの宗教行事には参加していたのか、修道場として誓いを立て、 この修道院の正式な修道所となったかどうかは不明である。ヘルフタの修道所たちは高度に教育され、そして神秘主義についての重要な作品はメヒティルトの若い同世代者たちによって生かされた。メヒティルトがいつ死んだかは明らかになっていない。1282年だと一般的に言われているが、1290年代まで生きたとする学者もいる。 メヒティルトは、修道院内の敷地に埋葬されたと考えられるが、その墓標は特定されていない。メヒティルトは、マグテブルグで20年間、自分の神体験について、厳しく沈黙していた。しかし1250年頃から彼女の超罪司祭、ドミニコ会史、ハインレヒフォンハレの指示に従い中帝ドイツ語で、霊魂内の神体験記録を記録し始めた。 メヒティルトの著作は1250年と1280年の間に執筆された7冊で構成される神聖の流れる光である。最初の5冊はおよそ1260年までに書かれ、その後10年間で第6冊を書き上げており、1265年頃からメヒティルトの超在司祭で霊的指導者のドミニコ開始。 ハインレヒフォンハレによる監修が行われている。その後、1272年前後にヘルフタの修道院に加わってから、全6冊と文章の色合いが異なる、第7冊を書き加えている。初版は消失しているが、第2写本は現存している。1290年前後で、上記ドミーニコ開始が7冊中の6冊を、ラテン語に翻訳している。また、 14世紀の中頃に、教区司祭のファインリヒ・フォンネルト・トリンゲンが、上部ドイツ語に翻訳した。この版は一冊が完全な形で現存し、三冊は断片的な形で残っている。メヒティルトの作品は15世紀において忘れ去られたが、19世紀になって再発見、出版された。ドイツ神秘主義の最初の対策とされる、彼女の作品は、 学術的関心と祈りの文学的作品双方の文献として研究が続けられている。メヒティルトの思想でのキーワードは身体と言われる。これは三つの段階からなる。この思想はメヒティルトが原始を通じて打ち立てていったとされる。メヒティルトはこの主張を神という夫、敬虔な女性を花嫁に例える、とこ入りの愚い。 いわば花嫁神秘主義という形で展開した。その表現は、メヒティルトの意図するところではなかったがエロチックとするものもおり、危険視されることにもなった。ありがとうございます。